お疲れ様です。村井亜美です。本日も宅飲み始めたいと思います。本日のテーマ、お酒なんですけれども、こちら、サントリーのプレミアムモルツカールウェイ、こちらの方になっております。こちらです。でこちらの方に、まあ、合わせるわけなんですけれども、今回は551蓬莱の豚まん、こちらになります。こちらで宅飲み始めたいと思います。それではまず早速、それが今日もお疲れ様でした。乾杯。おいしい。うん、なかなかね、なんかこう七福神が書いてあっていい感じですね。早速豚まんの方をいただきたいと思います。まあ、結構ね、いろいろ豚まんでもね、何をつけるかによって違うんですけど、私はこのまま食べるで、あとはまあコンビニとかで買ったやつだと、まあ、あのからしとかねつけたりするんですけど、うん、おいしい。でもこの皮のね甘みと、まあ、玉ねぎの甘みがちょうどいい感じで、うん、うん、で今日はね、まあ今日話したいことは、まあ三国志、まあ結構昔から好きで見てるんですけども、まあ小説だと、まあ吉川英治先生の、まあ、三国志であったりとか、まあ、漫画とかだと、まあ、神戸の、ね、あの横山光輝先生の、あの三国志がとても大好きで、両方とも、まあ、持ってはいるんで何回も読み直してるんですけども、まあ、他にもね、いろんなあの作家さんが小説やら漫画とか書いてるんですけど、どうしてもね、あの長いんで最後まで書ききれてるね作家さんが、まあ、少ないって言ったら昔のし、ね、まあ、小説とかやったらちゃんと書けてはいると思うんですけど、漫画だとね、どうしても途中で終わってしまったりとかするものが多いんで、まあ、この2つの作品は最後、あの諸葛亮孔明が亡くなった後も、まあ、本当にその、まあ、蜀という国が、まあ、亡くなってしまうまでを、まあ、本当に最後の最後ぐらいまで書かれているものなんで、結構おすすめで、まあ、もし読まれるんでしたら、まあ、そちらの2つをおすすめはしてるんですけど、まあ、今回ね、話したいのは、どういった、まあ、数々の武将がいるんですけども、まあ、皆さんはどの武将さんが好きかなと思って、ちょっと動画を上げてみようと思いました。大体ね、まあ、あの、劉備、曹操とかね、まあ、有名な関羽、張飛、ね、張飛、子竜とか、諸葛亮、孔明とか、まあ、あの、たくさんの、武将がいるんですけども、私が好きな、まあ、一番好きな、まあ、武将は孔忠という武将なんですよ。まあ関羽と互角に渡り合った、まあ言ったらおじいちゃんなんですけども、かなりの老武将で、まあ結構年齢はかなりいってるんですけども、すごい食の五個将と呼ばれる
官運、長飛、長運、馬長と、そのもう一人を当中の、まあ、本当にその職の柱となる武将であるというので、まあ、大好きなんですけど、もうそれともう一人玄関という、これもおじいちゃんなんですよこの二人の武将が大好きで、まあ二人で、まあ、コンビ組んで一緒に戦いに行ったりとかもするんですけど、まあそのね、若いだけが武将ではないぞと、若者には負けないぞっていう、もう気概があってとてもいいなと思う武将の一人ですね。まあ長いね三国志の中でも、まあ、有名どころの武将よりもそういった強いんだけど縁の下の力持ち的な人が大好きだなとまあ若くで亡くなってしまうんですけど、諸葛亮孔明と共に職を支えた宝刀という軍師、まあ、そういった軍師も好きでしたしとか、まあ本当に職がね、ほぼ諸葛亮孔明が亡くなってからの職を支え続けた若き武将の脅威という武将、そんなにね有名ではないかもしれないんですけども、まあ大好きな武将であると。なかなかね最後になると、まあ君主自体も、まあ、劉備が亡くなった後、まあ恵まれない、あとはね名だたる武将とかも亡くなってしまって、本当に大変な時期を支えたっていうのがあったんで、まあもっとね若くで出会ってたらいい仕事もできたんやろうなとは思うんですけど、まあそういう三国志ってね、特に男性の方は好きな人も多いと思うんで、って、まあ、結構神戸には、まあ、三国志ゆかりのね、まあ、鑑定廟であったりとか、永田の方でしたらそういったミュージアム的なものもあって、まあ町ぐるみでね石像とかいろいろ催しもしてたりとかもしてるんで、って、まあ、もしね興味がある方はね、神戸来た時に、まあ、永田とか回ってもらって、まあ、そういうのもね見てもらえたらと思います。まあ、今日は私の大好きな三国志について、まあ内容はね事細かく言うても仕方がないんで、はしょりますけども、ね、まあ、とても大好きな作品ですので、もしね、まあ、女性の方でも最近はアニメとかでも多いですし、武将たちが女性に置き換えられて、してるなんか萌え系の三国志も出てますけどまあそういうのでいろいろね武将の名前とかは皆さん知ってることも多いと思うんですけども、もう本当に正統派の吉川英治先生とか横山ミステル先生の三国志も見てもらえたらと思います。それでは今回はこれだけなんですけども、また次回の動画ではよろしくお願いいたします。